こんにちは森山です本日はゲストとして介護で年商2億円の女性起業家東光さんにお越しいただきました。それでは軽く自己紹介をお願いいたします。 はい。皆様、こんにちは。東光です、えー。私は今、ケーキ屋さんと訪問介護の事業で年商2億円ということで、そのね、どうやってやってきたのかなっていうことを皆さんに少しでもお伝えできればと思いまして、このラジオの収録させていただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは本日もいろいろ伺っていきたいと思うんですけれども、どうやって求人で40人も集めたんでしょうか。ここに関してはその要は 単純にその40人集めるんじゃなくて、東さんに、まあ言うたら、共感していただいている方とかを、40人に集めるっていうのは、なかなか難しいと思うんですけど、どのようにされたのかっていうところなんですけど、いかがでしょうはい、そうですねあの、もちろんね、初めのうちって、私、面接なんかもやったことがないですし、すべてが未熟なんですね。なのであの、ほぼ失敗ばっかりです、何をやっても。何をやってもうまくいかないし、面接にね、やっと来てくれたと思っても、なかなか採用することができないっていう、 そういうスタートからなんですね。ただ、やっぱりやってるうちに、なんていうのかな、一つはね、大きく変わった時っていうのは、やっぱりこう自分が何をやりたいのかっていうことを言葉にちゃんとできるようになりましたね。これ、すごく大事なんです。よくねねセミナーなんかかでこう指名とか、ね 自分のやるべきことをこ葉にしましょうみたいなこうセミナーはいっぱいあると思うんだけれども、やっぱ外の言葉じゃなくて、本当に自分の一番ぴったりくる言葉っていうのかな、自分の気持ちを本当にそのまま表しているっていう言葉に出会えるのには、やっぱり時間がかかりますね。私、あの1年かけて理念と行動指針、今、ね、うちのホームページとか見てもらうと出てますけれども、1年間ですね、これだけはちょっとコンサルのお友達がいたので、ついてもらいまして。 毎月毎月2時間ぐらいかな、こう、付き合ってもらって、こう書き出してですね。で、変わっていくんですね。やっぱり、1年ぐらいやってると。で、今の理念と行動指針っていうのは、やっぱり自分が一番、こう、なんていうかな、実現したいことっていうのなんですよ。すごくシンプルな言葉です。障害を持つ方々がね。 方々へのケケアアでで一人一人に合わせたケアですっていうふうに書いてあるんですけど、理念のところです。別に何の変哲もない言葉です、言葉で言うとね。だけど私にとっては、精神誠意ということと、一人一人に合わせたっていう、ここがやれないとうちのケアじゃないなっていうふうに感じてるんですね、今も。だから、面接でそれをきっちりお伝えして、 でそこに共感できるんだったら一緒にやりましょうっていうふうに面接をするようになりました途中から。なのでやはりそれもね井崎新先生が教えてくださったんですけどあなたの仕事は何ですかっていうことをちゃんと言葉にできたらその仕事はできるとおっしゃったんですよ。だから常に私は今もそうですけどなぜやっているのか私が何をやりたいのかそして何をやらなきゃいけないのかっていうことを言葉にするということを。 すすごく今も取り組んでいますだから、なんとなくは分かってると思いますね、皆さん、もちろん自分がやってることなんて。ただ、その成長していくと、やっぱりなんでやってるかっていうことが変わっていくんですよね。なので、井崎さんがその、本当に先生が教えてくださったように、あなたの仕事は何ですかに答え続けるっていうことは、すごく大事なことだと思いますし、でお勤めされてる、ね、サラリーマンの方であっても、自分のまあ理念とか行動指針っていうのは、持てるものだと思うんですよ。 人生は経営っていう言葉もありますので、やはり自分はなぜ生きているのか、何がやりたいのか、何を実現したいのか、でそれはね、借り物の言葉じゃダメなんですね。キャッチコピーのような素敵な言葉は世の中にあふれています。まあ、それはそれで素敵なんですけれども、自分の本当にこの中とぴったりの言葉っていうのは、自分しかわからないですよね。あなたってこういう人だよねって言われても、まあ確かにそういうヒントにはなるかもしれませんけれども、本当にそれが自分のしっくりするっていう。だから 私が例えばやり始めたときに、もう一つのね、ご質問がこう、新しい事業を始めて実績が伴わないって言ったときに、やっぱり周りの人はいろんなことも言いますし、まあ、社内でも私に対してね、よ、まあ、くないことを言ってる人だっていうのはいたみたいですし、それを言ってくれる人もいるんですけれども、さっきのね、それをやる、なんていうかな、まあ、行動指針のところはもうちょっと細かくですよね。 例えば一つ言うと、私はトラブルが起こります。やっぱり何をやってもね。そんな時に、ヘルパーさんたちって結構我慢しちゃう人も多いんですよね。自分さえ我慢すればなんとかね、自分が自己犠牲をすることによって、現場がうまくいくみたいなことを身についちゃってる人が多いから、ぐーっと我慢して、我慢して、我慢して、ポーンって爆発して、やめますみたいな感じでね、言われると、私、分かんないですよ、正直、その毎日、日々のことってね。 だから、私が言ってるのが、その、全員が良くなることをみんなで考えようって言ってますね。ヘルパーさんも、家族も、その利用者さんも、関係者全部ですね。いろんな人がチームでやってますからね。だから、その結論をみんなで出す風うに考えようっていうふうにう、行動指針の一つに書いてあるんですよ。なので、早めに言ってねって。まあ、私もやっぱ神様ではないから、みんなが現場で何をやってるかわからないのよって。なので、嫌だなって思うことは、ね、 全部解決できるっていう約束はできないけれども、結構自分が通ってきた道だったりもするし、あとは一緒に考えることによって、新しい道開けるかもしれないから、早めに相談してねっていう、で、それに対してやっぱりこう、まあ、解決に向かおうっていうね、姿勢をいつも持つってことですよね。で、本当にダメなこともあります。私もね、もうい,いろいろ考えてくと、やっぱ難しいねってなることだって、もちろんあります。だから、やめなきゃいけないという決断だっていっぱいしてきました。 やり続ける大事さっていうのはありますけれども、やっぱりやめる勇気っていうことも必要だから、どこまで自分が、ね、会社として持ちこたえられるかっていうのは絶対ありますのでね、そこは判断は必要なんですけれども、そこまでにやり、どれだけの取り組みをして、やっぱりどこまでそこに向かってきたか、で、一番大事なのがやっぱりその言葉にしていくっていうことを、あまりにも皆さんなさらない、私もですけどね、しないから、そりゃ伝わんないし、人にも理解は得れないし、で、 その状況が、ね、変わっていく、変化していくっていうことに対して、人は、ね、希望を感じるんですよね。で、そのスパンもあります。じゃあ、どれぐらいの期間やれるのかっていうのも、会社の体力にもよるし、自分たちの、ね、精神状態にもよる。ただ、やはりすぐに結果が出ないことに対しての取り組みが数ですよね。どれだけたくさん取り組めるのかっていうこと。で、それだけ数をやっても、全く同じ結果しか出ないときは、やっぱり何かが間違っているので、当然その。 ポイントを考えなきゃいけないですよね。お客様が違うのか、アプローチが悪いのか、いろんな角度があると思うんですけども、やっぱりそれは試行錯誤の数っていうのはすごく大事です。で 介護の授業も、本当に私も全くやって、やったことないところから始めましたので、いつも最悪の覚悟っていうのはね、初めの頃特にありました。ね、これちょっと乱暴な言葉ですけど、潰すなら潰せみたいな感じで、あのもう一生懸命やってるけど、やっぱり足りないことってあるんですよね。だから、悪気があって、なんか失敗するわけじゃないけどもね。だけど、ある時からは、潰すなら潰せちゃダメなんだなと。 やっぱりこれだけの、ね、利用者さんがいる限り、うちは責任があるなということで、まあ、今はもうちょっとね、もちろん取り組み方変わってきましたね。だからそんな感じでこう、新しい事業っていうのは、4つの段階があってね、お仕事って、まずは売上を立てるフェーズで、次が人を育てるフェーズ、で、右腕、その仕事を任せられる人を育てるというフェーズ、で、最後は新規事業を立ち上げていくっていうことなんですよね。 ゼロからやってで、それぞれのフェーズ、その4つの段階で、当然、うまくは、初めからはいかないので、試行錯誤がもう必ず必要になってくるし、でその時に、当然やっぱりやめなきゃいけないっていうね、私あの、保育園にね、チャレンジしたことがあるんですよ。でそれも、やっぱり、まあ、それはあの失敗したっていうか、やらなかったっていうね、例なんですけど、なので、すべてをやるってことでもないかなっていうのもあるし、 ただやっぱりこう、チャレンジをしなきゃね、それもわからないですからね。はい。そんな感じで、まあ今日の、ね、まとめっていうとあれなんですけど、やっぱ言葉にしていくってすごく大事なので、でそれが自分の本当のね、素直な気持ちを自分でまず分かっていくってことですね。それを人に表現していいことと悪いことがありますから、それを何でもかんでも人に言えばいいってことはないです。ただやっぱりまずは自分で分かっていくっていうね、その作業がすごく大事,な大事だと思います。はい。 ありがとうございます今日はこのラジオを聴いているリスーの皆さんにプレゼントがあると伺ったんですけれども、プレゼントって何でしょうか私はあの公式 LINE も、ね、ありますので、そこからご登録いただいて、今度このコンサート行きますというふうに、ね、言ってくださった方には、ぜひ会場でも、ね、ご挨拶ささせていただきたいので、その時にコーヒーを、ね、差し上げておりますので、ぜひ公式 LINE へのご登録お願いいたします。ありがとうございます本日はゲストとして、年商2億円の女性起業家、東光さんにお越しいただきましたありがとうございました。ありがとうございました。したそれではまた次回お会いしましょう。